はい、じゃあこれから発表します。題名は、はい、アーネ研究者をつなげるってあって、はい、ちょっとまあちょっとよくわかんないと思うんですけど、とりあえず僕所属は東京大学の生物情報科学科の3年生です。で、まあ、あの研究者をつなげるってちょっとあの意識高い感じはするんですが、あの決してあのそういう感じじゃなくて、じゃないので安心してください。これリターンでいいですかね。ちなみにあの僕のツイッターのアカウントになってます。はい、ウサビッチが好きです。そしてあのアーネって何ってよく聞かれるんで、一応あの群馬と福岡で あの方言なんですけど、はい、まああんま、まあそんな感じですいません。であの、まあ、今回あのやったことがその研究者をつなげようってことで、ネットワークを使ったなんだろうな、まあ、構造なんか研究者のつながりを見てきたんですけど、まあ、その時に結構まあお世話になったのが、まあ、犬太のさん、お犬さんなんですけど、あの犬さんの画像を使っていいかちょっと分かんなかったんで、そこら辺に寝てる犬の画像をちょっと拝借して使いました。で、何したいのと、まあ、どの研究室がつながっているか、まだどの分野がその栄えてる辺ですね、発展してるかというか、あの 今盛り上がってるか、そうですね、ちょっとこれおこがましいような言い方だな。であのちなみにそのあの発展栄えてるっていうのは、まあ、研究費がもらえてて学生が来てて論文が雑誌に出ててとか、まあ、まあなんとなくイメージはイメージ通りだと思います。で、まあ、なんでこういうことがしたいかというと、あの研究室選びの際に真に自分のやりたい研究室っていうのをデータから探せたら面白いなとはずです。で、はい、この猫ちゃん僕の実家の猫ちゃんですね。非常に可愛いと思います。でちなみにあの僕のスライド、これ全部自分で撮った写真でやってて、まあなんか権利関係とかめんどくさいんで、はい、あ出ちゃってた。でまあそうですね、さらにまあ結構そのなんだろうな、どの分野が栄えてるかなんていうのはちょっともしかしたら企業も使ってくれたらみたいな、ちょっといやらしいことも考えたりするんですけど、まあそれは後ほど、まあ来年の収穫祭でもしかしたら面白いことができるかもしれません。でちなみに僕の研究室選びには多分ちょっと間に合わないかなと思います。なのでぜひあの僕の後輩たちに使っていただきたいかな。であのやるべきことは、まあ、過去の共同研究の情報を勘案しつつ、そしてネットワークを応用している研究者のつながりをモデル化ってやってあります。で、まあ、ネットワークっていうのは、まあ、情報表現の一つで、まあ、最近多くの分野で、まああのまあ、なんだろうな、まあ、ソーシャルネットワークだとか、まあ、結構まあ最近だとすごくネットワークを使うっていうのはメジャーな方法ですね。で、まあ、書いてあるソーシャルネットワークは有名ってやって、まあ、基礎となるグラフの理論の基礎はオイラーですね。はい、オイラーさんかっけーです。じゃあ多分生物情報であれば、まあ、何度もオイラーさんにはお目見えしてかっけーなと思ってると思うんですけど、ちなみにこの写真もタイで撮ってきて、なんかちょっとかっこいいので、なんかこれに合わせて作りたいなと思ってオイラーさんを利用させていただきました。で現実のネットワークっていうのはスケールフリー性だとかスモールワールド性クラスター性っていうのがあると言われています。さすがにそうですね、こいつらは説明する気はもないんですが、まあこんな感じで式があるんですけど、これ何が言いたいかっていうと、あのリッチイズリッチャー、まあなんだろうな、その次のスモールワールド性っていうのは実はみんな近いって話で、まあ、あのよくある話、あのアメリカではアメリカではでしたっけ、とりあえず6人顔の知ってる知り合いをつなげていくと、もうあの東海岸から西海岸まで行けるみたいな、ん？東海岸から西海岸の人まで全員ほぼつなげるみたいなのが結構有名で、あとクラスター制でっていうのは、まあ友達の友達は友達で、まあこれは直感に合ってると思うんですけど、あのまあそのなんだろうな、まあ、出会い系とかそういうなんかあからさまにぶっ飛んだ方向のぶっ飛んだというか、かなり離れたような人間とつながらない限り、基本的に友達の友達は友達っていうのはすごく現実的な関係だと思います。で、まあ、なぜネットワークを選んだかっていうと、かっこいいからですね。流行ってるしかっこいいかなと。
で、あのやりたくないこと、あのそのね、なんだろうな、研究、どの研究分野がその栄えてるかってところで、あのソフトウェアとかデータベースにまあデータを上げるっていうのも、あのちゃんと評価してあげた方が、まあ、てか上げるべきなの で絶対にここは見ておきたいんですけど、ちょっとあれですね、あのここら辺はすごく難しいというか、あのオートなんか自動化ができなそうなのでちょっと難しいなと思ってて、データベースは多分見れば分かるんですけど、データベースを見ていけばどこの研究室が出したっていうのは。でもソフトウェアは結構、あの研究室がこういうソフトウェア書き出しましたよっていうのをなんか研究室のページに紹介してるだけであって、まとまっているソースがないのでちょっと難しそうだなと思いました。で、あのやりたいことは、はい、ちょっとあのネタに走りました、女の子とデートしたいです。で、あのやったことは、研究者のつながりをネットワークにしてみたって、まあそれだけです。で、まあそれだけ、まあなんだろうな、それだけで、まあそこがちょっとなかなかちょっと難しくて、僕的には実際の研究っていうのは、あのなんだろうな、多分共同研究してる時っていうのは、まあ、ボス、まあそのプロジェクトのボスあたりの人が、まあ学生を引き連れて、学生か、まあとりあえず部下を引き連れてその他のボスとつながるみたいなのが多分現実的には起こりやすいと思うんですけど、その共同研究、そのデータベースとして存在するのは、あの全部が並列に置かれてて、確か一応なんかあのポストは書いてあるので、それをもとに大体あの誰がボスかって、誰が古文じゃないですね、あのその部下かっていうのは分かるんですけど、その一体誰が誰のボスでとか、そういうのは全然載ってなくて、まあだからそこら辺が難しかったかなと。まあだからこういう時は、あの例えばこの図だと、あの A ラージ A ラージ B がボスで、 ABCDE っていうのが、まあ、古文たちですね。で、あのこの2つの上と下の研究を合わせると、まあ A と D っていうのがそのラージ A に対して2回出てるから、まあおそらくこいつらは A とつながってるだろうみたいな推論で、とりあえずこんな感じで誰と誰がつながってるのかなっていうのをつないで いきました。であの図出してよって、はい、ちょっとこれだと分かりづらいですね、あの、まあ、実際これが出した図なんですけど、まあ、この図のちょっと問題点は、あのこの端っこの周辺の点なんですね。で、これなんでこんな風になっちゃったかっていうと、まあ、一つはあの若手研究枠みたいのが存在して、それとだとあの若手が一人で、この結構単独少数で研究をしていたりっていうのがあったり、あとなんだっけな言うこと忘れてしまったな、なんだっけな、まあでもとりあえずそういう特殊な研究っていうのを多分除外した方が、あの僕がやりたいのは結局研究者をつなげて、それをその研究者を見るというよりは、研究者骨組みとした骨格としたその研究分野のつながりが見たいので、まあ、別にここの端っこはあんまり正直弾いてもいいのでって思ってます。ただちょっとあれなのが、多分この人たこの端っこに点々の人たちも多分ボスが存在して、そのボスとつながってないっていうのがちょっと嫌なので、まあそこをつなげるには、あの今後だから多分そうですね、あまあいいや、ちょっとはい、で論文、今度は論文を用いて、そのボスとその端っこにピョンピョンって出てた研究者たちをちょっとつなげたいかなって。であと連結したグラフ、あの全部が連結してないとちょっとなんだろうな、どこなんかどれぐらいのつながり、なんかその距離とかっていうのが非常に出しづらいので、連結したグラフを作りたいですね。大体いいかな。でさらにやりたいことっていうのは、まあインタラクティブに図が出てくるとかっこいいなと思いますね。ポチって押すとウィーンって、夢みたいですけどね。でもまあ一応ローベンアルゴリズムっていうのがあって、まあちょっとそれはなんか比較的早いクラスタリングのアルゴリズムなんですけど、まあそういうのを使うと比較的早くその周りなんかその部分的なグラフがポッて出てくるんじゃないかなっていう、まあできるか分からないですけどって感じですね。いや、ちなみにその最初はその全部共同研究者つなげちゃって、まあ、その時のグラフなんですけど、非常にちょっとこれ分かりづらいと思うんですけど、まあ、あのちょっとあの字数が比較的高い、あのなんだろうな、つながり辺のなんだろうな、
辺がいっぱい出てて、あのごちゃごちゃしちゃってるんです、これで。ごちゃごちゃしちゃってるせいで、まあ、グハーってなって、でその時作ってくれたのがですね、犬太郎さんですね。この犬、そうですね、先ほど言った通りです。でまとめますと、共同研究のデータからリアルの研究者のつながりを見出し、研究者を骨格とした研究のつながりを見て利用する、まとまりましたね。じゃあなので、ちょっとこれからはもうちょっと勧誘に入っちゃいます。大丈夫でしょうかね。大丈夫なのかな。で、あ、ちなみにあの生物情報科学科5級います？あ、いないか。呼んだのかお前。呼んだんですけどね。僕の人望はその程度だった。どんな人に来てほしいか。個人的にはプログラミングが好きで実際的なコードを書いてみたい人ですね。で、まあ、やれること、あ、ちなみにこれ結構生物情報、はい、何ですか。あ、大丈夫です。その生物情報の5期生が、まあ、そのこの後動画とか見て、なんかそのどういうとこなんですかって聞かれた時に、まあ、見てもらえればいいかなと思うんで、比較的ちょっと生物上寄りのあれなんですけど、まあ、あの TV 制作はちょっとあのコーディングしようって俺的に思ってて、であと HGS 解析もあるんですけど、ちょっと卒検でやろうって俺的に思ってて、で NLP は、あ、違う、あかんだ、ちょっと、まあいいや、 NLP、 まあ一応そのNLP に限らず、その既存の知識からあの何か生み出すようなことをすると絶対楽しいと思うので、そういうことをやりたい人に来てほしいなと思ってますね。で、何が身につくっていうと、スクリプト言語で、これはまあ先ほどからなんかありますけど、あの多分正常とかだと、あの C とか、あの C とかスキームとかアセンブリとかを多分やって、あまり実用的でないやつをやってきたので、ちょっとスクリプト言語を知っておくと、あの幅が広がって、あのやれることが広がります、確実に。で、あと比較的高いレイヤーに関する PC の知識で、まあ、これはなんか、まあ、ソフトウェアレベルというか、あんまり、うん、まあそうですね、難しいな。あ、まあいいです。で、他にあのいいところはやっぱ近いってところで、あのキャンパスが、ん、まあ、あの僕らの僕らのいるところが近いのですごくいいですね。で、僕なんかあの根津に住んで、根津で学んでて、根津で働いてるので、はい、いいです。で、出会いませんとは言いませんが、まあ、生物情報を選んだという時点で諦めましょう。まとめると、あの後輩思いの僕と一緒にバイトしましょう。はい、ありがとうございました。